まだちょっと場内がざわついているようなそういった中、このムネタが決勝進出を果たすのか、あるいはやはり若くてパワーのある大村か。大村選手、中央大学 OB、 平成関西に所属する大村、そして明治大学の4年生ムネタ。さあ斉藤さん、この試合のポイントはまずどこに置いてご覧になりますか。そうですね、大村もですね、力強い選手で、はい、どっちかが下がり出したらちょっと、不利かなと。なるほど。もう どっちが前に出て勝負するか、はい、そういうところが鍵じゃないかなと思いますね。はい、宗田は常に前に出たいというふうに試合前に話していましたが、この支え釣り込み足強烈。体重では宗田が5キロ重く、身長では10センチ大村の方が大きい。この対戦です。最初の30秒余り、まず強烈な支え釣り込み足を出した宗田。しかし上から引きつけて、うん、ここを嫌いました。ただ不用意に簡単に奥襟を取らせるとちょっとなかなか攻めづらいですね、はい、支えしかないんですよね。あ、なるほど。攻める技がですね。ここまでのところ大村が左手で宗田の右襟を奥襟を取りに来ます、はい、それを嫌って左側に宗田が振ってくるという形が2つ、外刈り。大村が組際の技を狙ってきました。宗田はかなりぐらつきました。やっぱり不用意に前に出ていくと先に取られて攻撃されるんですよね、はい、大村は多分こういう戦い方を考えているんじゃないかなと思いますけども、はい、さあ宗田が相手の奥襟を取りに来る釣り手を今はうまく殺しています。今の組み方だと宗田、そうです ね、はい、さあ奥襟を取りに来るところ内股が空振り。大村の釣り手が下に下がっている時は内股が効きますけども、はい、奥襟を持っている時の内股っていうのはあまり効きませんよね。なるほど、はい、さあこの大村の左手、今のところ宗田がそうですね、うまくリードしています、はい、しかし、奥襟を取って前に出てきました、はい、襟を取られたままの支えだとかかりませんし、はい、逆に大村の方が流れをつかめるんですね。大村は宗田の上から上からパワーをかけていきたいわけですね。そうですね、はい、そうやって前に出ていって不用意に来たところをこう切り返す、はい、そういうような作戦だと思いますね。相手が出てくるところ背負いですかね。そうですね、はい、ちょうどですね、支え釣り込み足を大村が仕掛けていったんですよ。あ、なるほど。でそのまま巻いて、巻き込んでですね、有効取りましたね。うまく合わせましたね、はい、さあまたポイントリードしました宗田。さあポイントを取られた大村は今までにも増して前に出てくるでしょう。そうですね、はい、逆に袖を取って、うん、これは横倒しポイントにはなりません。
どうしてもあの胸と重心低いもんですから、はい、なかなかかかりづらいですよね。大村も今方針変更で上から来るんではなくて手前に今度は、はい、技の方向を変えてきました。まあ、相変わらずポイントは大村の左手が宗田の奥襟を取れるかどうかというところですが、そうです、はい、今取っています。その上で引きつけたい大村ですが、逆に支え釣り込み足、これしかない支え釣り込み足もかなり強烈ですね。そうですね。沼津学園高校から中央大学、平成関西所属の大村、ああすっぽ抜け、強い投げです。今のはちょっと不十分だったですね、はい、決勝は井上康生が待っています。いやー、ここも技の掛け合いだったんですが、うまく最後は体重を浴びせていきました。そうですね、やっぱり胸ががっぷり合ってる状態での技っていうのは、はい、気を許しますと一本捉えますからね、戦い方はですね、はい、もうどんどんあの奥襟を取って胸合わせて、はい、ここで勝負に出ていかないとダメなんですよね。そうですね、はい、宗田はもう少し間合いを取っていった方がいいんじゃないかなと思いますけども。大村もだいぶ疲れましたか。この辺りは奥襟を取るところまでは行くんですが、ちょっと下がってしまいます。そうですね、あここは間合いが空きました。あとは大村は飛び込んで抱きついて小外とかですね、はい、そういう技もあります。あ逆に胸た、このまま終われば胸たです。大村は有効のポイントを取り返さなくてはいけません。もう少し強引にでも奥襟を取りに行かないとですね、はい、このまま終わってしまうんじゃないかなと思いますけども。大村の左手です。あここはちょっと釣り手引き手ともに不十分なまま技をかけに行きました、はい、さあもう時間が9秒です。残り9秒で止まりました。宗田の決勝進出濃厚。これはもう強引でも行かないとダメですね。さあもう時間がありません。試合終了です。宗田康之決勝進出、これで井上康生との決勝での対戦が決まりました。今日日本武道館に詰めかけた多くの観衆、そして今日テレビをご覧の皆さんも大方の方が見たかった対戦ではないでしょうか。そうですね、井上康生対宗田康之の試合が実現しました。しかも日本一を争う決勝です。1分を過ぎたところで両者に教育的指導、そして2分33秒のところで払い巻き込みに行きました宗田が有効を取りました。その場面です。技を掛け合ったんですね。はい、大村があの支え行ったところをうまくこう巻き込んだって感じですね。巻き込みました、はい、こういったところのうまさというのは本当に宗田も鮮やかですね。そうですね、